Idioms and Pronunciation。 今日もイディオムを使って発音の練習をしていきましょう。今日のイディオムは Lose one's touch。 Lose one's touch。 真ん中の所有格の部分はもちろんね、変えていかないといけませんが、ですね、このまず意味なんですけれどもね、lose は失うですよね。で、touch、ね、触るってね、いう意味として一番皆さんはね、記憶にあられると思うんですけれども、これは連絡とか、ね、そういう意味があって、よく keep in touch とか言うと、連絡を取り続けようねみたいなね、感じになるし、あと、逆に lose touch with 誰々っていうと、まあ、連絡が途絶えてしまうというようなね、意味でもあるんですね。他にもコツとか、あと手際がいい悪いの手際だとか、才能だとか、そういう意味があるんですね。で、それが lose する、なくしちゃうということで、ちょっとね、下手になってしまうとか、腕が落ちるとか、そういう風な意味で使われることがあります。今日のイディオムがそうなんですけれどもね、はい、では、まず lose one's touch、はい、このね、音素から発音を見ていきたいと思います。まず lose、 失う、なくす、この L というのは舌の先の部分を、上の前歯の付け根の部分に当てます。そうすると、ね、当てることによって両脇に隙間ができますので、そこから息を吐く、そこから空気が出てくるんですね。ルですね。で、次がウー、ルー、ウーとなっていますね。これはですね、そんなに難しくないと思いますよ。lose、 最後の z はちゃんと出さないといけないので、ここがですね、なんとなく特に私たち日本人はですね、語尾の部分をね、ちょっと落としがちになるので、しっかり lose、 lose 言ってください。で、例えば lose your だったら lose your、 lose my ですね。そして touch ですが、下の前の部分、先の部分を、上の前歯の付け根よりちょっと、もっと口外の方に寄りますね。その方がはっきり綺麗な T の音が出ると思います。で、弾かせないといけませんので、いいですか、ですね。そして touch、 あ、touch、ここはもうね、そんなにこれも難しくないと思います。touch。この ch ですけれども、立ちつてとのちではなく、立ち、タッチではなく、touch。口、尖っていませんか？ね、ch の音は、しっかりですね、もちろん息も吐かせますけれども、ch、ch。すぼめて、そして、ch。touch ですね。lose one's touch。 はい、では文章はですね、 I think she has lost her touch。 I think she has lost her touch。 ちょっとね、残念なんですけど、だんだんちょっと年を取っていくとですね、あれ、もうちょっとうまく出てきてたけどなとかね、思ったり、実は私もしています。ちょっと悲しいですけど、しょうがない、受け止めないといけないこともたくさんありますということで、 I think、 I think、 ここで th ありますね。これは無声音の方ですね。 think、 A、 次が母音の A、 say、 A、 A、 これって E でもないしね、でこれって A に近い感じの音、A、 A、 横に開いてますけれども、唇は
なんか下はこう力を入れずに軽く、なのでそうですね、分かりやすい、まずすぐにつかめなかったらこの音が A を言う口で A を言ってみる、そんな感じで練習をしてみてくださいね。せん、うん、はい、またよく出てきますね。うん、はい、これは鼻音と言います。で、これってうんですね、今さっきちょっとせんくで言っちゃったので上にうんって ついてなかったと思うんですけれども、 N だけだったらばしっかり N、うん、ね、下のこの側面がピタッと、側面というか側面というわけじゃないですね、周りが、下の周りの部分がしっかりピタッと上につくことで息は口から出ないですよね。で、息はこう鼻の方にこう出ていく、エン、うん、となります。でも think、 これは think、 K が次に来ているので N で終わらないし N だけではないので think で、奥の方の、こう軟口蓋、柔らかい部分と下の付け根の部分がくっつきますね。うん、うん、こうやって出す音になりますね。うん、の音も同じようにしたので、そんなにこれも苦労はないと思いますね。 think think、 はい、そして I think she、 これはですね、結構これもチと同じでシ、口尖っていると思いますね。 she ですね。 I think she has、 she hasこれはシーンですけれども、でシーンって唇のどこかに触れたりとか、まあ、歯がどこかに触れたりとか、そうやって、ね、摩擦をさせたりして出す音って多いんですけれども、はっに関してはどこにも触れないですね。息だけはっ出してくださいね。で、Rの音、Rの音がまた来ますので、ここがHer、口ちとがんでますよね、上の唇、下の唇、とんがるだけじゃなくてこう広がった感じで出さないと「の音は出ないので気をつけましょう。Her ですね。She has lost her touch、ね、この部分は先ほど説明しました。じゃあ文章の流れでね、やっていきましょう。I think she has lost her touch. I think she has lost her touch. I think she has lost her touch. Okay? はい。ではゆっくりから、くっつけられるところはうまくくっつけて。I think she has. これも she has ぐらいでいいかな。She has lost. She has lost. ここくっつけますね。She has lost. Slop.Slop って感じですね。She has lost her touch. Her touch. はい、頑張って練習をしてみてくださいね。Thank you very much, everybody. See you next time. Bye!